え今回はう すっかり皆さんがやってしまいがちなルール違反もしくは法律違反ですね。これらをご紹介していきます。で、中には知っていても軽い気持ちでまあいいだろう的な感じでね、やってしまって大ごとになるケースもありますので、皆さんこの動画でぜひね、事前予習をしてやらないようにしてくださいね。こんにちは、クルーズ客船で働くエリです。クルーズ客船には2011年より乗船しております。クルーズ客船の皆さんが楽しめるような、またクルーズ客船 挑戦したここととなないい方も、えー、こういう風になってるんだという、ね、ちょっと豆知識が入ったような、ね、動画作りを、えー、心がけておりますのでいいねと思ったらいいねとチャンネル登録もしていただけるととても、えー、励みになります、えー、早速1つ目から皆さんやってしまいがちなことだと私は思うんですけれども、えー、食べ物を船内から持ち出さないでください、えー、今日は通夜時間早いしもう朝ごはん食べれないからバナナ持ってこうとかサンドウィッチブロックに入れていこうとか、えー、ナッツをね ま、ジップロックに入れていこうとか、えー、そういうのいけません。まあ、気軽に持って行ってしまいがちなんですが、ほとんどの港で禁止されています。しかもこれを船側で決められているんではなく、各地方自治体が決めているもので、えー、法律違反となります、えー。本当に厳しい港とかだと、えー、犬がね、こうやって、ふんふんあ、えー、の匂い嗅いで、えー、ワンワンって知らせてくれるようにチェックする厳しい、えー、国もあるぐらいですから、えー、そういう気軽な気持ちで、えーリンゴ 持っていこううううとかそういうのやめましょう最初から持っていかないのが賢明です2二つ目タババココははルニーで,すではいけませんこれはねもう確信、えー、犯ですよねやってる人は、えー、バルコニーで吸えるわけないんですよでまあこれね、えー、バレますでどうやってバレるかって言ったら他のお客様で絶対ねそういうの敏感な人いらっしゃるんですよでそれでリポートがすぐに入ります あとはうまく隠してるつもりでも、ハウスキーピングの人がそういうね、ちょっとアッシュとかを見つけると、すぐにそれも報告が入って、注意になります。で、これ違反すると、もう最悪200ドルから250ドルの罰金となります。さらに、この違反を、まあ1回ぐらい、2回ぐらいとか言ってね、注意してるのにもかかわらず続けていると、強制的に船から降ろされてしまいますので、やめておきましょう。ちなみに電子タバコはどうなんだって思う 方いらっしゃると思いますが電子タバコもタバコと同じ扱いになる場合がほとんどです、えー、またハマキやパイプタバコは、えー、ほとんどの船で禁止されています、えー、3つ目公衆衛生アンケートに嘘をつくパブリックヘルスクエスチョナーやって言うんですけれども、えー、まあ乗船前にですね、えー、紙があってそれであのー、ちょっと吐いたりしましたか えっと、24時間以内にとか、熱はありましたかとか、咳はしてますかとか、そういうね、え、ギリはしてますかとか、そういう質問にチェックを入れていくんですけれども、これに嘘を書いてはいけません。まあ、ね、今でこそ、えコロナウイルスって言って騒がれていますけど、そのコロナの前からえ、私たち船側が恐れていたのが、ノロウイルスとかですね。え、ノロウイルスは本当に簡単にえ感染してしまいます。で、みんなね、え、ギリとか、 あのお吐とか繰り返してどん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 感染が広まってしまいますこのノロウイルスっていうのは、えー、船で始まるわけじゃなくてお客様が持ってくるんですよやっぱり、まあ、船はね、えー、基本的に清潔に保たれていますしもう消毒とかも、えー、いつも綺麗にやってますなんで、えー、これ嘘ついたお客様とかね、まあ、もしかしたら、えー、船に乗ってから症状が現れたのかもしれませんが、えー、そういうのをね報告せずにやってると、えー、バッて広がってしまいます。 ね、えー、まあ、船に乗れなくなったらどうしようとか、隔離されたらどうしようとか、いろいろ心配はあると思いますが、本当にね、えー、皆さんに、多くの人に迷惑をかけるので、ここで嘘はつかないでください。この公衆衛生アンケートとかね、えー、こういうところで声に嘘をつくと罰金の対象になる場合もございます。えー、四つ目、プールエリアのルールですね。えー、まあ、これはね、たくさんあって、まあ、当たり前じゃんっていうね、飛び込みはいけませんよとか、えー、そこら辺で子供たちが走り回るのは危ないですからやめてくださいって、まあ、そういう当たり前なところから、 あのダイパーですよねあの子供用の赤ちゃん用のおもつっていうんですか、えー、これもね実は禁止されていますえー、なんでそのためにね、えー、そういう子供用の睡眠、えー、用の何、えー、ていうんですかあれ 水遊びを持つっていうんですかね。えー、それあるんだからいいじゃんと思うかもしれませんが、えー、先ほども言った通り、船で怖いのは感染です。あの、そういうものはね、マウンチとかおしことかそういうのが、えー、水に流れて漏れ出ないように、えー、そういう風な設計になってるのをわかっているんですが、えー、だからといって100%感染を防げるっていう、そういう作りにはなってないんですね。なので、トイレトリーニングをしていないお子様はもちろんプールに入れませんし、えー、そういう水遊び用のダイパーをね、つけてる 子供そこら辺のねプールでは泳げて OK かもしれないですけれども船のののプールでは禁禁止止されています持、えー、持ちち込込みみアイテムの持ち込み、えー、これはね、えー、例えばアルコール類とかよくあの、ま、質問に挙げられますけれども、ま、多くのクルーズ客船では、えー、750ml の、ま、ワインかシャンパンですねこれ大人お一人1本、えー、持ってきていいことになってる船がほとんどです。 まあ、あとはディズニークルーズラインなんかはちょっと珍しくて、えビール6本まで OK とか、そういう風にしてるところもあります。で、さらには、えー、アルコール類一切持ってきちゃいけませんよっていうルール付けしてあるところもあるので、えこれはしっかり守りましょう。本当は2本までだけども、3本、へへへ持ってっちゃうっていう風にやると、まあ、最悪没収されてしまう場合もあります。ちなみに、湯沸かしポットや、えーまあ、コーヒーメーカーとか、あと、アイロンなんかも持って行ってはいけないことになっています。これ もね火災になるる可能性があるという理由でダメですここでよくある質問が「コテとかヘアアイロンとかそういうのは大丈夫なんですか?」っていう質問がよくあるんですけれどもこれは大丈夫なところが多いですクルーズ客船のウェブサイトには持ってきてはいけないものっていうリストが書いてあるところがあるんですが、まあ、ディズニークルーズとかロイヤルカリビアンとかねお客さんのおき気持ちをね分かってくれるちょっとね一歩を先に進んだようなクルーズ客船はあの書いてくれてるんですよちなみにヘアアイロンとかを持ってきていいですよとか。 書書いいいいててあるんんででですすけれどどもほととのクルーズ客船では書いてないことが多いですただ書いてないということは、持ってきちゃいけないもののアイテムに含まれてないっていうことなんですよね。なので、ほとんどの場合大丈夫だと思います。心配でしたら、あのクルーズ客船に問い合わせるか、ご自身が利用している旅行代理店に問い合わせてみてください。まあ、私だったら、持ってきちゃいけないもののリストに書いてないから、持っていきますね。で、もしも万が一、ダメだった場合は、別に下船の時に返してもらえますから、そんな大したことじゃ 私は最初持って行ゃいますというわけでクルーズ客船によってちょこちょこルールが違いますのでこのクルーズ客船に乗った時は大丈夫だったからこのクルーズ客船も大丈夫だろうということでそういうだろうで持っていかないでくださいちゃんと書いてあるので持って行っていいもの悪いものどれぐらい持って行っていいのかとかチェックしてから持っていきましょうねつ目ドレスコードを守りましょうドレスコードはもちろん最近ねビデオでご紹介しましたワーシングルーズラインなんかはドレスコードがなかったりとか 普段はドレスコードがあるクルーズ客船でも短いクルーズだとドレスコードがなかったりと結構ねクルーズによって様々でありますあとはキュナートクルーズとかそういうなんか伝統を重んじたようなねそういうクルーズラインはちょっと厳しめだったりまあ他のクルーズラインだとちょっと緩かったり、まあ、結構ねクルーズ客船によってまちまちではありますただこれどこからクレームが一番来るかっていうと実はね他のお客様からクレームが来るケースがあります、まあ 何号室のあの人が、えー、ショートパンツ履いてたとかそういう風には来ないですけれどもやっぱフロントデスクの方とかに来てあのジーンズ履いてた人がいるんだけどあれはいいんかみたいな感じで結構ね他のお客様からのクレームになるケースがありますなのでそういうフォーマルナイトとか、えー、ドレスアップする日がある日そしてもしもあなたがそういうドレスアップしたくないわって思うんであれば、えー、そういう日はねルームサービスとか頼むようにしましょう、えー、ドレスコードはある程度は守った方が、えー、無難ですね え7つ目、あの、デッキチェアを自分のタオルとか、そういうもので、えー、キープしないでください。えー、使いたいのにね、その人が、ちょっとランチ行く間だけだから、とか言って、置いて、 ね、30分とか1時間帰ってこなかったらその間他のお客さんねそこで楽しめたはずなんですよね。ということで、まあ、基本的に船にはルールがあって、まあ、何分以上、えー、そこに放置してあったお荷物はどかせていただいて他のお客様に楽しんでいただけるようにしますみたいに書いてあるので、まあ、長時間放置してあった場合は、まあ、こちらで取ってしまうんですけれどもでも大型客船になればなるほどなかなかねその監視というかクルーも全部覚えてられるか ってたらね、えー、そうとは限りませんなのでそれはもう個々が、えー、みんながねみんなの,あの共有のスペースですからっていうことでまあ日本人の方はそんなことをやる方はあんまりいないと思うんですけれども一応ね、えー、そういうことをしないようにしましょうということで入れさせていただきました8つ目避難訓練に参加しない、えー、クルーズ客船が出航する前に必ず避難訓練があります、えー、これはね本当、えー え、飛行機と一緒です。飛行機も離陸する前にえ絶対ビデオを見て、あのどういう風うにあのライフジャケット着用するのかとかあのやってますよね。あれはね。もうあの法律で決められているんです。 でまあ自分は疲れてるからとか、ちょっと体調が悪いからとか言ってね、あのそういう場合は、あらかじめ連絡しとくといいですね。うん、でもしも行かなかった場合は、えー、バレますっていうのも、えー、スキャンしてるので、えー、この人来なかったってなると、手紙とか電話とか行くようになっています。えー、最後なんですけれども、これね、えー、クルーからのお願いというか、クルーも気をつけなきゃいけないので、まあ、お客様だけではないんですけれども、えー、クルーと親密になりすぎない。これね、オブラートに表現しております。仲良くなりすぎない。 で、そういう仲良くなりすぎないのことを私は言っております。クルーはね、えー、基本的にフレンドリーですよ。で、もしかしたらね、えー、お客さんなんだけど、ちょっとドキドキしちゃったとか。あのもしかしたらクルーもあるかもしれないし。 ゲスト側もあるかもしれないです。で、もしかしたら本当にそこから声が始まって、あの、結婚まで来ましたって、まあ、そんな話は私は聞いたことないですけれども、あってもおかしくないと思います。ただ、基本的に、えー、やってはいけないことになってますね。えー、なんでかっていうと、えー、クルーはそれバレたらね、首になってしまうんですよ。えー、私の友人、まあ、友人っていうほどの友人じゃなかったんですけれども、いつも遊ぶ仲間には一緒にいたみたいなね、そういう中途半端な友達いるじゃないですか。まあ、そういう男の子がいたんですね。で、彼は、 ゲイだったんですけれども、えー、ある日のパーティーで、まあ、パーティーって言ってもね、まあ、クルーズ客船によるんですけれどもあのクルーが、えー、とお客さんのそういうナイトクラブとか、えー、行けたりするんですよ。えー、で、えー、そういうところでなんか出会って結局お客様のそのゲイの男性のお部屋に行って。 でどこでバレたのかわからないですけれどもそれでバレて、えー、その2日後ぐらいに彼が下船して首、まあ、になってね下船したっていうケースがありました、えー、なのでねそれはもちろんお客様が悪いとか彼が悪いとかじゃなくてまあ2人の合意の上だったから あしょうがないんですけれども、まあそういうことは禁止されていますよっていうことはまあね、知っておいていただければなと思います。というわけで、え今回はこれやっちゃいけなかったのを知らなかったっていうね、えー、そういうやってしまいがちなことをご紹介させていただきました。えー、なので事前にね、知っておけばやらないですからね、えー、この動画が何かのお役に立てればいいなと思います。 えーというわけで、この動画がためになったら、いいねとチャンネル登録もお願いします。またね、えー、こういうことありましたとかね、えー、こういうこと知りたいとかありましたら、ぜひね、コメント欄にえ書いて教えてください。ではまた次回。じゃあ